どうもこんにちは。今回なんですけれども、ついにシェラカップを買いました。今回買ったのはですね、スノーピークのシェラカップ、売ってるものとしてはですね、スノーピークのものとユニフレームのものと、あとまあ他社のものっていうのがあったんですけれども、 Amazon で見た限りだとレビューが一番多いのがこのスノーピークのものだったので、今回はスノーピークのものを買ってみました。でですね、比較対象として以前セリアで購入したこのシェラカップもどきを用意しました。まあ、今回これを購入したのはですね、このシェラカップのここのカバー、よくレザーカバーつけてる方いますよね。なのでここにレザーカバーをつけたくて買ってみました。今持ってるのがですね、このセリアのシェラカップもどきしかなかったので、比較としてこちらを買ってみました。で、なぜこれを買ったかというとですね、ここのカップの内径っていうのは多分ほとんど同じなんですね。こうこんな感じで綺麗にはまるので、深さとかはですねあんまり変わらない感じです。若干こっちの方が背が低いかなっていう感じなんですけれども、あんまり変わらないです。あと違いとしては、この中にメモリが何もついてないんですよね。ただですね、スノーピークだとこんな感じでメモリが2つついてます。ユニフレームのシェラカップはですね、ここの200のちょっと下ぐらいに1号っていう印がついてました。なので、ご飯の1号も測れるというものだったんですけれども、こっちの方がレビューが多かったので、まあ参考になるかなと思ってこちらを購入してます。あとですね、2つほど大きな違いがあるんですけれども、まず1つはこう重ねると分かるんですが、この取っ手の部分が、セリアの方が長いのが分かると思います。スノーピークの方がこんな感じで指1個分ぐらい短いです。ユニフレームの方だとこのセリアの方に近かったんですよね。この曲がってるところがもうちょっとグニってなってる感じではあるんですけれども、この持ち手の長さとしては、セリアはユニフレームのものに近いんじゃないかなと思います。まあ、これだけ長さが違うんで、レザーカバーを作るのもですね、長さを変えなきゃいけないかなと思ってはいるんですけれども、これよくよく見るとこの長さがありますよね。この長さがこっち側に来たらなんかあんまり変わらないような気もするんですけどね。まあ、その辺も含めてこのセリアのもの、ユニフレームに近い形のものですね、レザーカバーを作ってみたらこっちにも合うのか、スノーピークにも合うのかっていうのもですね、ちょっと試してみたいなと思ってます。で、もう一つの違いとしてはですね、ちょっとこれだと分かりにくいかな、厚みですよね。厚みがやっぱりですね、スノーピークの方が分厚いです。どうしてもですね、セリアの方はこうちょっとペラペラな感じがするんですけれども、なんて言えばいいんだろう、調理器具でステンレスボールとかありますよね。そんな感じの雰囲気と言えばいいんですかね。それぐらいの厚みなんじゃないかなと思います。で、スノーピークの方はちょっとやっぱりずっしりしてる感じですね。こう両方持ってみるとですね、結構重さが分かりやすいんですけども、まあ、値段が10倍するだけあって、やっぱりスノーピークの方が出来はいい感じです。一応耐熱になってるので、このまま火にかけて調理ができるっていう特徴があります。で、こっちはですね、一応説明書きに直火にかけないでくださいという記載がありました。でですね、これ見てもらうと、両方ともですね、ステンレス製ではあるんですよね。で、ステンレス製ではあるんですが、どうなんでしょうね、ちょっと調べてみたらですね、一口でステンレスって言っても何種類かあるみたいで、これ見るだけでもこっちはステンレス、こっちはステンレススチールっていう風に書いてありますね。ということで次はですね、レザーカバーを作っていきたいなと思います。サイズ感としてはですね、縦が10センチの、横が5センチでちょっと作ってみます。実はですね、これ作る前にこれを試しに作ったんですけども、これがね、横 3.5 センチで作ったんですよね。で、ギリギリで作ったんですけども、ちょっとね、入らないんで、入らない理由を探すと、皮が薄い方がいいっていうのもあるのかもしれないんですけども、それよりかはやっぱりこの横幅がちょっと狭いのかなと思って、今回はちょっと5センチで作ってみようと思います。こんな感じでですね、編み込んだ感じでかっこよく作れればなと思ったんですけども、ちょっとサイズ感がですね、まだわからないところがあるので、とりあえずは普通に糸で縫う感じでやってみたいなと思います。せっかくなんでですね、この革に刻印とカービングをやっていこうかなと思います。
まず普通に皮を濡らして、とりあえず刻印がこんな感じで入りました。刻印が入ったので、次はカービング、ちょっとこれもね自己流なんであれなんですが、とりあえずですね斜めにラインを引いてこれに沿って打っていきます。どうでしょうね、こんな感じで打ってみました。まあ、この周りをですね飾ったりもできるんですけど、このですね半円形のものがあって、これをですね一個一個打っていって、こんな感じで周りを囲ってみました。どうだろう、なんかだいぶやっぱりこうやってカービングすると雰囲気は変わってきますよね。ちょっとまだこの半円形のものを打つのがですね慣れてないのがあってあんまり綺麗じゃないんですけども、まあまあこんな感じで作ってみましょうか。穴開けるのがちょっと難しいですからね、裏から開けるしかないかな。こっちの裏側はどうしよう、こういうのは裏表両方カービングされてるもんなのかな。まあ、表もやったからせっかくですからね、裏もやっちゃいましょうか。はい、こんな感じでですね両方打ち終わりました。これですねかなり端っこまで打っちゃってるんですけれども、縫うんでですね糸が通るところをちょっと考えずにやってしまいました。多分こっちぐらいの方が、ここのラインで多分縫えると思うので、本当はこれぐらいにしとくべきでしょうね。こっちはちょっと線を引いてなかったのでどこを打てばいいのか見失ってしまってですね、とりあえず全体にやってしまってるという感じです。あとはですね、これに縫うための穴を開けていって、縫っていくという感じになります。さあ、じゃあ今度はですねこれに、目打ちをしていくんですけども、ちょっとね表からだとやりづらいかなと思うんで裏からいきましょうか。あとどうしてもですねカービングをすると皮が伸びちゃうんですけど、この辺もねうまいこと処理の仕方は多分あるんだとは思うんですけどね、ただまだその辺がわからないので、恐る恐るの作業です。なんかやっぱりですねこの端っこを決める必要がやっぱりありますよね。まあこれでもですね問題はなさそうなので、とりあえず縫っていきましょう。はい、こんな感じでですね縫い終わりました。まあ、作りはですねスキレットカバー、あれがあんまり変わらないんで、まあ難しいものではないんですけどね。ちょっとじゃあこれを早速これに入れてみたいなと思います。入ればいいんですけどね、どうだろう、お、絶対いけた。こんな感じになりました。ちょっと大きいかな、ちょっと大きいかも。横幅はもうちょっと狭くても良かったかもしれないですが、一応こんな感じでですね形にはなりました。
ちょっと一般的なですね、あのシェラカップのカバーがどれぐらいの大きさかっていうのがちょっと分かんないんですけども、そうですね、5ミリぐらいはまだ細くできるのかなという感じです。まあこれでもですね、ちゃんと持てますよ。で、今度はこっちですね、このスノーピークのシェラカップにつくのかどうか。どうだ、これはでもね、ちょっとつけづらい、ちょっと難しいかな。ちょっと難しいですね。今回作ったものに関してはこれならいけます、こっちならいけるんですけど、ちょっとスノーピークの方は厳しいですね、つけるのが。こっちにつけるのもね、結構大変なので、こんな感じで。ただちょっとやっぱ太い気がするんで、あんまり見た目的に綺麗なものじゃないかもしれないです。とりあえずですね、皮を切り出しました。幅が4センチの、今度はですね、長さを12センチでやってます。これもまたですね、同じように穴を開けて塗ってっていう感じですね。ただこのタイプはやっぱちょっとね、穴がすごい開けづらい。はい、じゃあ今度はですね、こんな感じで作ってみました。皮が薄いのもあって結構よれるんですけども、これがつくかどうかですよね。あ、いけそう、いけそうだけど、ちょっと今度は長く作りすぎましたかね。どうでしょう、こんな感じ。こんな感じですね。ただやっぱりですね、皮の厚みっていうのにすごい不安があるので、まだまだ改良の余地があるかなっていう感じですね。これは、今回作ったのはこんな感じで2種類ほど作ってみましたけれども、こっちはですね、ちょっと横幅をですね、広くしすぎてしまったっていう欠点があって、でこっちはこの長さをちょっと大きく作りすぎちゃったっていう欠点がありました。なので長さとしてはですね、これ12センチで作ってるんですが、10センチで良かったのかなっていう感じですね。もしこれから作られるって方は、この横幅は4センチでいいと思うんですが、横幅4センチでいいんですが、この長さは10センチぐらいにするのがいいんじゃないかなと思います。あとはやっぱりね、これ一応カバーはつけたんですけども、ちょっと取り外しがしにくいので、それもちょっと難点かなって感じがしますね。結構洗ったりするものだと思うんで、なんかもうちょっといいやり方があるのかなとは思いますけどね。はい、これがですね、横幅が4センチ、長さが12センチのものです。で、新しくですね、4センチと10センチっていうものも作りました。こちらがですね、おそらく正しい寸法になるんじゃないかなと思います。まずこれがセリアの方ですね。こんな感じでつきました。で、ここもですね、ほぼ余ってないです。もうギリギリな感じですね。ということで、セリアの方には完璧につきました。じゃあ次はスノーピークに行ってみましょう。こっちがやっぱりね、問題なんですけども、どうだろう。これもやっぱりぴったりですね。ここもですね、微妙にしか余ってないです。なのでですね、結論としては横幅4センチで長さは10センチで作ってもらえると、この両方にですね、合わせることができます。ただどうしてもですね、硬い皮を使っちゃうと難しいので、なるべく柔らかい皮で作った方がいいんじゃないかなと思います。フェイクレザーとかよく100均とかで売ってると思うんですが、そういうものでもですね、作れるんじゃないかなと思います。なかなかですね、このシェラカップ、カバーを作ろうと思っても何センチで作ったらいいのかっていうのがですね、ネット上になかなか転がってなかったので、今回はこれに挑戦してみました。これからですね、シェラカップカバーを作ろうと思っている方の参考になれば嬉しいです。それではまた次回に。